うちの出自が言うことには、は、高里椎名による推理小説のシリーズ。門川文庫より2014年3月から2016年11月までに全休館が刊行された。続編として、うちの出自に願ったならば、が、門川文庫より2017年3月から2020年8月までに全休館が刊行された。2019年12月時点で、 シリーズ累計発行部数は110万部を突破している。2019年5月に実写映画が公開された。また、実写映画の公開に合わせ、EX と角川翼文庫が発売された。突如名門カラスマ家の若き当主となったカラスマ花江の前に、新人の執事として現れたのは、伊サラズキアと名乗る、見知らぬ青年だった。はじめはえがみ合っていた二人だが、 花江の周りで起こる、数々の事件を乗り越え、次第に互いを認め、絆を深めていく。月刊、アスカにて、音中さ木による作画で2015年7月号から2019年6月号まで連載された。2019年5月17日に公開。主演は、キングプリンスの長瀬恋。全国195スクリーンで公開され、5月17日から19日までの、 初日3日間で、公衆1億2074万8300円、動員9万3812人になり、18日19日の映画観客動員ランキングで、初登場第6位となった。映画が収録された DVD と、映画及び、特典映像が収録された、豪華版のブルーレイ、DVD ボックス及びブルーレイボックスが2019年11月13日に、 発売された。2021年2月1日より、ネットフリックス DTBFOD プレミアムにて配信開始。以下の出展は、角川オフィシャルサイト内のページ、書始情報の発売日の出展としている。ありがとうございます。